す。一人で何ブツブツ言ってるんや。そんなの、料金所突破すれば入ってるんや。アホか、普通に逮捕されるわ。でもまあ気持ちはわかるにゃ。とりあえず選挙に行ってみてはどうかにゃ。お、シロちゃんはなかなかいい認識ですね。あ、ガチリンさんだ。はぁ、本気で言ってますか？いい大人がその認識だとかなりヤバいですよ。そうですね、衆院選も近いので今回はオートバイと政治について少し触れてみましょう。まず知っておかなくてはいけないのが、政治とオートバイはとても密接な関係にあるということですね。なぜかというと、免許にしろ道交法にしろ様々な制度は国が管理しているからです。その国を動かしているのが政治、政治家、政府なんですよね。まあそれはそうね。なので、国民からバイクの環境をもっとこうしてほしいという声を政府に届けないといけないのです。テレビの前で政治家があって文句言ってても意味のないんです。そこで、現在オートバイについてはどのように請願、陳情が行われているのかというと、1992年、吉田純一氏によって立ち上げられた全国オートバイ協同組合連合会、通称 AJ ですね。農業協同組合みたいだね。それは JA。 確かにテレビで報道もされてませんし、情報を能動的に取りに行かないともう分かりませんよね。でも実はライダーたちはかなり恩恵を受けているんですよ。 AJ 発足時に掲げた目標がこれ。1、高速道路のバイク最高速度引き上げ。当時は高速道路の最高速度について普通車が100キロでしたけど、オートバイは80キロでした。これは、2000年に実現されました。2、大型二輪免許の教習所取得可能。96年以前は大型免許取得しようと思ったら、いわゆる一発試験のみでした。大型免許は上級者の証。中免小僧なんていう言葉があるのはこのせいかもしれませんね。これは1996年に実現されました。3、高速道路の二人乗り解禁。これは今でも首都高速などはまだ禁止されてますね。これは2005年に実現しました。AJ 発足当時に掲げた目標は、現在は、すべて実現されています。特に3の高速道路の二人乗り解禁については、警察庁が安全性を理由に頑なに拒んでいたようです。そこで AJ の吉田さんが高市早苗議員に相談したところ、議連を作らないと難しいという助言を得て、今は亡くなってるんですけども、その当時の小里、佐里衆議院議員にお願いして、2001年に自由民主党オートバイ議員連盟が作られました。お、高市早苗議員って、この間総選挙にも出馬してたんや。バリバリ伝説が愛読者のバリバリのライダーにゃ。自民党でオートバイ議連が発足されて以降、国会議員によるオートバイ議連は民主党、日本維新の会、公明党という感じですね。各政党にも広がっていきました。そして2021年4月には国会議員や地方議会の議員が政党の枠組みを超え、共通の目標に向けて協力し合う超党派の集まりとしてバイカーズ議員連盟 BB 議連が設立されました。この呼びかけについてはこちらの方々が
行いました。皆さん二輪免許を取得しているリアルライダーということなので、よりライダーたちに寄り添った制度や法整備が期待されてますね。また顧問として自民党オートバイ議連会長の相沢一郎元外務副大臣、高市早苗元総務省、今村正弘元復興省ら、オートバイ議連の重鎮がついていることも要チェックです。今後の活動には注目ですね。さて、このようにオートバイの環境を良くするためには政治との関係がとても重要になっています。特に ETC の助成金1万円などが分かりやすい事例かもしれませんね。そして現在 AJ から要望中の陳情はこちら。特に有料括弧高速道路における二輪車通行料金の引き下げについてはぜひ実現していただきたいですね。というわけで、高速道路の料金を下げたいのならオートバイ議連など関連する議員さんに投票するというのも生産的な活動の一つになりますね。ただ愚痴ってるだけの思考停止して大人にならないようにしないとね。調子いい大人にゃ。まあ確かに経済とか外交とか派閥とか政治には難しいことが多いですし、不正や汚職、嫌なニュース見てると興味なくなっちゃいますよね。でも自分が好きな業界に関連することだけでも政治選挙を考えるというのも一つの関わり方だと思います。何よりも国民が興味ないわーってなってしまうと、政治家もじゃあ別に後回しでいいかってなってしまうので、せめてオートバイ関係の政治家さんたちの活動にはぜひ注目してみてください。国民は監視しているぞという意味でも、はい、以上です。参考になれば嬉しいです。それでは皆様、交通安全に気をつけていってらっしゃいませ。